いいとこだ。これ前はなかった。カトリーナセキュリティによって守られている。カトリーナってあの？そうだ、彼女はセキュリティ会社を立ち上げたみたいだな。もし未練があるんならここのロボットと付き合えば。カトリーナそっくりだ。自分そっくりなロボットを何万体も作るやつがいるわけないだろう。二人の間に何があったか教えてくれ。話してもいいけど、ちょっと君たちには刺激が強すぎるかもな。よく見りゃ似てるな。本当、まるでカトリーナだ。なんだかカトリーナと戦ってるみたいだな。調子でセキュリティを突破しよう。そういえばカトリーナって最近どうしてるの？博物館に侵入させるなんて、本当おじとしてどうなんだか。おじさんのそういうところが好きだよ。
クリアクリスタル考えたな。透明ならセキュリティレーザーも心配ない。おお、博士が使ってた飛行機。ところで、あの警備ロボットっていくらするんだろうな。どう思う？まさか買うつもりじゃないよね。Thank you.
展示が完成してる。いいね。うん、博士のものを運んできた甲斐があった。ナック誕生の話だ。何年もの研究を経てバーガス博士はレリックの謎を解き明かし、生き物を作り出すことに成功した。本当にすごいや。俺もこのデザインには満足している。で、僕のコーナーは博士の助手？それだけ？とても優秀な助手だ。名前ぐらい書いてくれたっていいのに。僕がいなかったら博士は。聞こえるか？ハイゴブリンたちだ。行こう。そうか、町の侵略は陽動だったか。ハイゴブリンは頭がいいね。リック遺跡、ナックとの前の冒険を思い出すよ。博士が見たら興奮するだろうな。指揮を取っているやつがいたね。ああ、あの強そうなやつだな。黒幕はあいつかもしれないな。古代兵器で村を襲わせたのもあいつ？
イゴブリンは何を探しているのかな。もちろんここにある何かだが。なんだろう。クリスタル、武器、レリック。これは何だろう。エヴァが話してたタイタンのうちの一体だ。正確にはその頭だけど。すごいや、マリウスはこんなもの倒したんだ。全部で10体しか作れなかったらしい。ラッキーだったね。エヴァが言ってたろ、タイタンにはまるで歯が立たなかったって。それでマリウスはコントロールセンターを攻めた。覚えてるよ。大丈夫、彼女は強いからな。厳重に閉まってる。大きくなってこじ開けよう。博物館たち、探したらレリックだって言ったようじゃないか。いいかい。頑張れナック、大丈夫、いける。先を越されたか。
ゴブリンがいる。準備完了、シグナルを送れ。誰に向かって口を聞いてる？お許しください、どうかシグナルをお送りください。今送っている。評議会はなんであんな奴を。はい、取り出せました。美しい。邪魔者だ、ひねり潰せ。これでもひねり潰せるかな。粉々にしろ。さてと、一体これは何かな。これがハイゴブリンたちの探してたもの。素晴らしい、どこかで見たような。いや気のせいだな、そんなことあるわけない。最初から疑ってたよ、ハイゴブリンがこれらの出来事に関わってるんじゃないかと。早く言ってくださいよ。伝えてなかったかな。エヴァにいいところを見せたいのはわかるが、真剣に取り組まねば。ちゃんと真剣にやってます。ハイゴブリンを探すのは難しいです。戦争の後マリウスは彼らの町を破壊しました。あるのは瓦礫だけです。ちょっと見てくれ、ユーリックのラボで見た地図には他にもマークがあった。それがコントロールセンターだって。その通りと言いたいとこだが、以前行った時は何もなかった、廃墟さえもね。でも調べる価値はあるね。ああもちろん。そのキューブだな。ルーカス、ハイゴブリンはそいつについて何か知ってるに違いない。私のラボで詳しく。博士、ハイゴブリンはキューブを奪い返しに来ますよ。総員の施設なら。申し訳ないが、私のラボの備品を使った方が。しばらく僕が預かることにするよ。博士のラボ、一緒に来る？文化的にも重要なこのキューブが切り刻まれるのなんて見たくない。切り刻んだりなどしない。いいかルーカス、真剣に取り組まねばならんぞ。ほんと信じられないよ、僕らが何をしてたか知らないくせに。きっとまだハイキングとか。ザンダーにキューブを託してみては。うん、それは後で考える。さっきも言ったけど本当に何にもないぞ。せっかく来たんだ、あたりを調べよう。コントロールセンターがあれば見つけられるはずだ、行こう。